ベッカトビンはアメリカ合衆国の女優、歌手、ダンサー。フォックス放送のテレビドラマ、グリー、グリーにキティワイルド役として出演した。ベッカはジョージア州マリエッタで二人姉妹の次女として生まれ育った。ベッカは地元のペブレブロック高校へ通った。彼女は7年生と8年生の時にチアリーダーを務め、その後ダンスをした。彼女の父親は、 ユダヤ教徒である。彼女は最上級学年の時に転校した。彼女は演劇芸術学校から公立学校へと転校し、彼女を演劇狂いやオタクと呼ぶ同級生からのいじめが始まる。彼らは彼女は一生成功できないし、スターになれないとヤジを飛ばし、中には暴力を振るう者もいた。また、彼女は残酷な内容のメールを受け取り、 唯一の友達も彼女を無視し始めた。いじめのせいで、決起集会といった学校の行事に参加しなくなり、卒業式まで出なかった。2004年にウィーラー高校を卒業した。彼女は演劇大学のアメリカンミュージカルドラマティック、アカデミーの卒業生である。トビンの初めての演技は4歳の頃、学校の野外劇でのクリスマスツリー役だった。18歳の頃、 彼女はニューヨークへ引っ越し、すぐ仕事を手に入れた。彼女は小規模な演劇作品に出演したが、ほとんどが大役で、2011年にはトランスイコールシベリアンオーケストラのツアーに参加した。グリー、グリーにはシーズン4第1話、舞台はニューヨークへ、で、初登場し、トビンにとって初めてのビッグプロジェクトであった。彼女はいじめ反対活動を支援しており、 いじめ対抗団体の広報を務めている。2014年の2014年アイクラウドからの著名人プライベート写真大量流出事件の被害者である。トビンは事件が発生した翌日にツイッター上にメリーエクセ x クスマスと自虐的なコメントを投稿した。ありがとうございます。